はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ペネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらでございます。荒巻砦にてスプラシューター、カーボンローラージムワイパーのソイチューバーでやっていきましょう。それではスタートです。さあ前回調子が悪くてボコボコのボコにされていたこちらでございます。調子が良くなかった、良くなってない、良くなったみたいな、確認は現在しておりませんので、また一戦をしてね、少なくとも時間をかけて、目が疲れているものだと判断してちょっとだけ、まあちょっとあったかいタオルを目の上に乗っけたりしてね、休んで、そんな感じです。まあちょっとだけ目の回復に努めた、そんな感じ。ということで1戦目、ジムワイパー、よいしょ。さあ満潮だよ。ここ気づかずにポーンっていったら死ぬからね。でも結構初手って忘れがちなんだよな。あの忘れがちというかさ、壁を塗らなきゃいけないっていう意識が先行して、なんか満潮だって持っててもなんか行っちゃう時がたまにある。おーいしょ、パッパッ、オッケー、よいしょ、ナイスヒット。よいしょ、オッケー。なんか余計なものもついでにやったけど入んねえか。400ダメージ3回でこいつを落ちる。危ない、ヘビ渡すか。危ない、はいはい、ダイバー。片足突っ込んだね、危険地域に。ダメな地域に片足を突っ込みました。当たんない気がしちゃうのは何だろうな、この感覚のズレみたいなの。クマさんワイパーとかの感覚で振るからダメなのか。大体そんな感じで振ってるもんだけど。さあまた満潮だ。トイチューバー、ヘイ、当たんね、オッケー。ふざけいた今。あの位置のジム面白いぐらい強いな。鉄板もいるね。鉄板はでもやってくれてるね。あ、なるほどね。玉を使おうと思ったけど囲まれ具合から使うのを断念した今。ありがとう。なんとか逃げながら。よっ、来い。熊武器使った後の通常武器だと本当になんか感覚がずれますから。あー、あーボム投げられなかった。さあここ通常しを来たらやべえぞ。あーやばい、
ってこう塗ってこう、ここ塗らねえと、ここのヤバさは私が一番知っている。感じですね。よし、とりあえずはなんともやいい、やばい、プレイはいけてるかもしれないけど私の喋り方が終わってる。普段は次々と湯水のごとく湧き出てくるその語彙が今枯れ果てているね。もともと湧き出るように出てたかな、語彙なんて。細けいことは気にすんなと。やっていきましょう。ということで第2戦目ですか。タツのゲージはほとんど溜まっていない、なんでまあほぼ出ることはないでしょう。さあタツのゲージ見てばっかだったから今何も動いてない。喋ろうと考えて何も動いてなかった。技のイカロールの練習とかしながらやっとくべきだったよ今。私の語彙力のなさとそれを補うための脳のリソースの割き方が終わってますね。さあということでよろしくね。通常使用特殊ウェーブ切りかなら OK、 長居できるね。さあ切りはマジで寄せないといけないからな。ヘビいるね。さあマジ小竹が見えなくなる。オッケー、モグラモグモグ、やっべやべ、まあいいかもこれ。あもう入ってないじゃん。いらっしゃいませ。よいしょ、おっとここ落ちてるね。やべ、あっ行けたっぽい。おお、まあ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 、一時的にはあり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 あ。取らせるわけにはいかんのだよ。はい、ダメージブーストで後ろに行って片っ端の攻撃耐えるために、とりあえず耐えたことを証明するための、あっさ、よいしょ、これ私死ぬかもしんねえ。
コウモリは見えねえわ。展開後のコウモリはもうどうしようもない。満潮バーボンローラー。さあカタパ振っても意味ないよ。カタパはすごいな。完全信頼しきってる人ムーブだった今。カーボンじゃ塗りが足りねえね。よいしょ。小崎に回られた。ごめんなさい、助かります。うまい。いや、これまずい。察する力が早かった。あっ、ね、スペシャル2使っちゃったのは申し訳ねえぐらいだけど、あの状態むしろ、あーでもここでソイチューバー来るんだったら持っとくべきだったか。もうなんかね、カーボンの火力じゃあそこあたりの全部を処理できる気がしなかったから、撃っちゃったらもう死ぬようかマジだと思って。もうちょい向こうに寄りたかったけど人数いるし。ああ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 あカタパも大丈夫。あと3つなら間に合うよね。あ、速い。さあトリプルトルネード。ナイス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 。やばい。足りてよ。あの魔の地帯、あ、今も魔だわ。よくあの魔の地帯から生き残った。えらい。いやあの魔のって言ってる間もカッパが降り注ぎ続けてた。さあナイス勝利。味方が強い説十分あります。ただそれでもいいじゃないか、強いんだもん、勝ててんだもん。さあということでナイス、いいね。サンデスで5救出だから、まあサンデスは悪いけど5救出はあり、よかった。これでさ、カタパとタワーが多く湧きすぎてメガホン残しておけばっていう事態が、まあ実際カタパは大量にいたけど、タワーは倒してくれてるのかそもそもいなかったのかどっちかでしたね。
助かりました。さあてなわけで第3試合やっていきましょう。カモンローラー完勝。やったと思いながら、やっぱり、やあ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 、画面上階との問いが開けよう。とりあえず壁だけ塗ってった。初手で際に必要なものが出ない限りはだいぶ余裕はあるかと。オッケー、さあおえー、まあ、ジャンプした瞬間がいっちゃんぽい。あれは大丈夫だね。おい、あの武器の片方はどうやっても処理できねえんだよ。ボムって私が呼んでるだけですが、ボムにプレイヤー判定があるので残り4秒天高くボムを投げることによって、プレイヤー判定が残ってる、つまりプレイヤーがまだ効けますよっていうシグナルが残り続けることによって全滅したと表情を見えてもちゃんと生き残ってるっていう判定になるっていうのが、まあ私が名付けてるだけの生存ボムです。プレイヤー判定があるっていう云々は他の人の動画やらで見た感じです。よいしょ。わざわざやる必要はないんですよ。鮭一発も殴られて済まないくらいのダメージが出てますが、急に今カクンと横向いたの面白いな。キンイクラを投げた時にもプレイヤー判定が残るから、これを使うことでまあ少しは延命できるけど、でもボム投げた方が同じインク消費量とかだったら絶対に効率がいい。海に投げることで戻ってくる時間まで稼いでるから。さあスラッシュ、さあここ取られるのはマジでまずいから早めに消しとく。もう一個柱出てきたね。
これまずいな。さあ一人です。まずい、コウモリ、あのコウモリ止めないとまずいな。すごいとこついたな。ありがとう。あと1個。ナイス様どこに貼り付ける？ぬっぺっぱん。マジかよ。鉄板見えなかった。あの片パにつけようと思ったのに。取り取る。全部吸われた。全部トリトル全部吸われた。天高く放り投げようとしたの全部吸われた。マジ？ちょっとそれは想定外でした。さあということで負けですね。よろしくはねーし、最後の鉄板でキルされてからの流れが良くないですね。はい、ということで今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ慢心っていう言い方は違いますが、なんか納品があとちょっとで、例えば納品あと3つ30秒余裕じゃん、へーってやってたら死にますね。まあそれが慢心か、慢心やら油断やらっていう感じですが、いついかなる時もあの油断しないようにしましょう。もう本当に完全なる勝ち確が決まってる時みたいな、あのね、竜巻の残り数秒敵全滅してますがなみたいな、あと壁塗りしかしないですぐらいのレベルのもの以外は油断しない、それが大事だと改めて思いました。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。